現在国内に出回っている6億個以上のライターはほとんどが輸入された使い捨てタイプで、相当数が家庭などに放置されているとみられます。昨日開かれた消費者問題での会議で、福島消費者担当大臣は、家にあるライターを回収してほしいという要望が寄せられていることを明らかにしました。その上で、ライターの回収には様々な課題があるものの、子どもから危険を取り除くために、大人たちが責任を持って協議を続けていくと述べ、回収の仕組みを議論するよう指示しました。